はい、こんにちは、六のベータ教です。今日3月6日ね、土曜日、朝一番で、3つですね。今日3つも出たんですよ、スクラッチを買ってまいりました。これから削るのは、ワンニョンスクラッチのミニチュアドックス、ダックスフンド&ネコミックス。ね、縦横斜めってやつですけどね。他にもワンピーススクラッチのおでんラッキー3と、あとワンピーススクラッチのルフィ4。ね、これも一緒に買ってまいりました。で、あげてありますので、よろしかったら一緒にね、ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。見ていただいて面白かったらね、チャンネル登録等もよろしくお願いいたします。では、早速いきますかね。あ、その前に。はい。今日も応援に、ベーダー教。はい。来ていただいております。あともう一人今日ね。よいしょ。よいしょっと。はい。仲良しみたいですけど。まあそうですよね。親子ですからね。はい。ジェダイの帰還バージョンですね。腕が違いますからね。はい。の、ルーク、スカイウォーカー君にも来ておる、ね、来ていただいておりますので、ぜひお力をお貸しください。フォースとともにあらんことをよろしくお願いいたします。そして、これですね。殿下のほど。シンガポールで買った。ライトセーバー、はい、勝手にと言ってますけども、で削っていきたいなと思います。はい、それではですね、これルールは何だろうね。こんな難しくないかな。左の赤枠の中を全て削ってください。縦横斜め、縦横斜めね。一列に同じ絵柄が3個揃えば当たりで、揃った絵柄に応じて当選金が受け取れます。ワンちゃんが1等300万円。これもワンちゃんか。いろんなワンちゃんがいるね。これ猫ちゃんだね。猫ちゃんだと10万円。ね。移動するバッグかな。1万円。餌箱ですか。1000円。からこのボールか。猫ちゃんが遊ぶボールだと200円となってます。なかなか珍しいですね。ワンちゃんと猫ちゃんが一緒にっていうのはね。はい。なかなか両方。ね。かわいいですね。はい、それでは早速ですね、削っていきたいなと思います。はい、それではどうですかね。まあこれみんな削ってですよね。縦横斜めですからね、3つ揃わなきゃいけない。同じ柄がね。はい、まずはワンちゃんが出ましたと。はい、そして2枠目、真ん中行くよ、真ん中。お、ワンちゃんが斜めですね。はい。そうですね。そして、ご飯食べるね、入れ物ね。もう来てるので、ここになんか来るといいよね。あとは揃わないからね。左斜めか、右って感じですね。両方ダメだ。にゃんこちゃんが来ちゃいました、これ。ってこともこれ、まだにゃんこちゃんの横もあんだね。そうだ。にゃんこちゃんまだ横ありますよ。どうすかね、これ耳じゃないね、これね、これ。どうだろう。耳ですか？違うね。残念。ボールですね。はい。惜しかったね、これね。ちょっと、2回ドキドキしましたね。3回か。ね、ワンちゃん、餌箱、猫ちゃんと。はい、なかなかワクワク感がありますね。はい、それでは、2枚目いきましょうかね。はい、削るのは一気に削っちゃったんですね。上からは面白いかな。真ん中やっちゃうとなんかいまいち。上いきましょうね。はい、出揃いましたね。さてと、真ん中はどうかな。お、左縦にワンちゃんが2つ来たよ。右縦には移動するバッグですね。はい。なんて言うんでしょう、これ。移動バッグ。ね。1万円が来ましたね。どうすかね。真ん中から行こうか。真ん中何もないかな、これ。はい。ボールが来ましたね。で、右。バッグはどっか、餌箱か。もう何にもないな。
あ、じゃあ、あともうあんちゃんしかないじゃないですか。一等ですよ。300万円。どうかな。まだわかんないね、これね。どうだろうね。どうすかね。上かね、これね。ちょっと頭の上にも見えるけど、ちょっと丸いかな。そうだね。残念でしたね。ボールでございましたね。系統かもしんないけどね。はい。なかなかこうね、3つは来ませんね。それでは次、3枚目いきますよ。さあ、ワンかニャンか来てほしいね。ワンかニャンかが来てほしいね。はい、今度はワンちゃん、真ん中に来た。はい。下から行きますか。下から行くとどうなる？もう猫ちゃんがもうないよね、これね。はい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 。とでもこれ何もないじゃないですか、これ。何にもまず縦も横も斜めも何にもないので、横に何か3つ来るかって話だよ、これね。どうでしょう。餌ボールですか？これが3つ来てもらってもいいですけど、はい、いきません。ワンちゃんでした。どうも削っても無駄ですけど、一応削ってみます。ニコニコまで来るんだけどね。あとの3つがなかなかね、来ないというね、パターンですね、やっぱね。はい、難しいですね。斜め縦横、残念ながら、ね、1個ずつ足らないというね。結果ですね、これね。はい、それでは4枚目いきます。はい、やっぱり上から順番に削った方がワクワク感があるんだこれな。お、幸先よくワンちゃんが、まあ横には揃わなかったけど2匹来たね、これね。はい、次この右から1個ずつ来ました。ボール来ました。横は？次は？餌箱来ました。次は？餌箱来ました。はい、もう横は何にもありません。斜めもないですね。ってことは、縦か横ですね。横に3つ来るか。もう1個にボールが来るか。来ないな。何にも来ないな。猫ちゃんが来ちゃったね。お、猫ちゃん来たね、でもね。猫ちゃんもう一匹食っと10万だけどね、これね。てっきりボールが来ると思ったんだけどね。200円。200円より猫ちゃんの方がいいですけど、もちろん。5万の方が、びっくり。方がいいですが、どうでしょう。どうでしょう、これ。猫ちゃんじゃないですかね。なんか違う気もするな。なんだろうね、これ。なんでしょう。猫ちゃんじゃないかな。あー、バックか、これ。なかなか来ないね、ほんとね、これ。ね。2ペアまで行きますけど、最後の1個がなかなか来ないっていうパターンですね。残念ですね。縦横斜め横に来ませんね。さあ、あと1枚しかないんだけど。5等も来ないですか、これ。1個も来ないで終わっちゃうかい？後半5枚の補足。それはちょっと阻止したいね。で、猫ちゃんが、さっきワンちゃんがね、2匹来たけど、猫ちゃんが2匹ですね。はい、そして、1個1個いこうか。ボール来ました。はい、さっきとちょっと絵柄が違うけど、同じパターンですね。あ、これも、同じですね。餌トレーが来て、あ、これも同じですね。ワンちゃんと猫ちゃんが入れ替わっただけだね。ってことはなんか4枚目の再現ですか。1個も来ないか。あれも同じだな、これ。猫がワンちゃんに買っただけだ、これ。ありゃー、これがワンちゃんじゃないんじゃ。あ、違うわ。ここにバックが来るか。
ここにバッグが来ちゃったね、これ。何も揃いませんね、これ。さっきとちょっと違うパターンです、これ。ね、さっきはこうね、猫ちゃんとバッグだったけど。まあ、どっちにしても一個も来ませんね、これ。一個も何のかすりもしないという。ああ、失礼しました。思わず、三脚を蹴ってしまいました。失礼しました。これはちょっと、あ、また、ちょっと動揺してます。失礼します。これはちょっといかんともしがたい、どうにもならない。はい、ちょっと今回はもう惨敗でございますね。一個も来ないのは久しぶりですね、これね。はい、もうしょうがないね、こういう時もあるね。はい、仕方がないので皆様ね、頑張って削ってね、300万円ゲットしてくださいね。興味があることをお祈りしております。はい、他にもね、ワンピース以外のスクラッチ再生リストたくさんありますので、よろしかったらご覧ください。あと、スターウォーズのフィギュア関係とかね、ロックライブとかね、クラフトとかね、あります。先ほどのビデオなんかもあるので、よろしかったら見ていただけますか。面白ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、今回ちょっと残念でしたが、また当てていきたいなと思いますので、懲りずに見ていただけると幸いです。では、ロックとともに洗うことを、ポップドルベーラ教でした。